菊香る11月3日新日本建設の礎を築く日本国憲法公布さる。本日日本国憲法を公布せしめた。1946年11月3日日本国憲法が公布された。施行は翌年5月3日、67年前の今日である。この憲法は連合国軍最高司令官マッカーサーの指示のもと、 GHQ 民政局が作成した GHQ 憲法草案をもとに作られたと言われる。しかし実は草案の作成過程には日本人も深く関わっていた。憲法草案要綱、1945年12月28日毎日新聞に発表されたこの草案を書いたのは憲法研究会のメンバー鈴木康三である。後に GHQ 憲法草案起草の責任者ケーディス大佐はこう語っている。 We had the drafts from the 憲法研究会 as well as other constitutions. There's no question about that. Absolutely. We would not have been able to haveStarted from scratch and produced that document in a week or 10 days. 日本国憲法作成過程で大きな役割を果たした男、鈴木康三。その人の仕事を私たちの多くは知らない。福島県南相馬市、東京電力福島第一原発から20キロ圏内にある小高町には今も人影がない。鈴木康三は1904年この町に生まれた。その薬は林という看板がありますが、この店が鈴木さんの生まれた家なんです。ああ、そうですか。実はこの住居部分の後ろに蔵があったんですよ。土蔵土の蔵ですけどね、それが地震で中がぐちゃぐちゃになったんだそうですよ。この町で中学まで過ごした鈴木康三は仙台の高校へ進学する。彼もまた五日市憲法草案の起草者千葉拓三郎と同じく東北の出身だった。東北っていうのは戊辰戦争の時に俗軍になってるわけですよね。ですから明治政府が始まる時には言ってみれば外に置かれていた、いうことで民権運動が特に東北で福島に限らず盛んに行われていたと思いますけれども、そういった民権運動の伝統のようなものが、鈴木さんたちにも伝わっていて、小高でも民権運動盛んでしたから。家族やふるさととの結びつきを大切にする少年は正義感が強く社会問題に興味を持った。京都大学に進むと学生運動に参加したことで治安維持法違反の罪に問われ投獄される。この体験が人生を決定づけた。なぜ自分たちが処罰されなければならないのか。獄中で鈴木は独学で憲法を学び始める。自由民権運動の時代に日本各地で作られた憲法草案が研究のテーマとなる。その中で鈴木康三の目にひときわ輝いて見えた憲法草案があった。自由民権運動発祥の地といわれる高知、そこに鈴木康三を突き動かした人物がいた。植木恵守、板垣退助とともに土佐の自由民権運動を牽引した植木は演説原稿の名ライターであり、彼の言葉が人々を熱狂させた。自由は土佐の三冠より。少なくとも集まった人がですね、村単位でやってる時は数百人、軍単位になると数千人、それから県単位になるとですね、新聞の報道によると7万人です。すがまじい数の人たちが
運動に参加して懇親会に演説会に参加している。植木絵守は五日市の千葉拓三郎と時を同じくして憲法草案を書き上げた。東洋大日本国国憲案。土佐藩士の長男として生まれた植木はこの地の若者たちと共に理想の国を夢見た。我々が国家を建設するんだと。何のためにかというと人権を実現するため。でその契約の契約書は憲法なんだ。第42条、日本の人民は法律上において平等となす。第45条、日本の人民は何らの罪ありといえども生命を奪わざるべし。鈴木康造は自由民権運動時代の憲法草案の中でも若者たちの熱い思いを代弁して書いた植木の言葉に憲法の本質を見た。言葉っていうのは何でしょう、相手というか周りの人というか信じてないと使えないもののような気がしますよね。そういう意味で、言葉にして例えば自分たちのその権利の問題をそこに込めるっていうことはやはり周りをあるいは人々を国民を信じて作ることでしょうかね。そんなふうにも思いますよね。憲法は言葉で書かれている。言葉で自由を獲得する。明治の青年たちが掲げた言葉による戦いの狼煙を消すわけにはいかない、そう誓った鈴木康造に使命を果たすチャンスが訪れる。忍び方教を忍びもって藩邸のために太平洋を開かんと欲する。敗戦後の日本に命じられた憲法の改正、鈴木は憲法研究会のメンバーとして草案作成に動き出す。鈴木康造はですね、まず歴史から入ってますから、その大日本帝国憲法をその歴史から見てますから、制定史から。そしてその大日本帝国憲法自体にですね疑問を持っていました。で当時政府では部分改正、一部の改正でいいんじゃないか、そんな議論をしてました。いやそれじゃダメなんだと、もう最初から全部作り直さなきゃダメなんだ。彼はその要するに全部改正して、で国民がそのまずその最初にあるんだと。自由民権運動の党首たちが書いた憲法草案は明治政府によって握りつぶされたが、その精神は鈴木の頭と心にはっきりと生きていた。そしてまとめられた憲法草案要綱である。千葉拓三郎や植木絵守が草案を書いてから実に64年目のことだった。 GHQ の憲法草案に携わった弁護士のマイロ・ラウエル中佐は鈴木らの草案を詳細に分析した後、マッカーサー元帥にこう報告した。ここに含まれる条文は民主的で受け入れられる。日本国憲法はその明治の植木絵守や、それを研究した鈴木康造の思想、そういうものが大元にあります。そしてその憲法研究会の案がその日本国憲法に反映されている、あるいはその GHQ 案の中にはいろんなその日本人の案が取り込まれている。要するに日本国憲法っていうのは日本人のものなんです。歴史はいつも前に進むとは限らない。過去の人々の情熱をどうやって今に生かせるか。先ほどの VTR の中でちょっと誤字がありまして、元 GHQ 民政局の政の字が、生きるになってたんですが、これ正しくは政治の制度、間違いでした、大変失礼いたしました。とにかくこの五日市憲法とですね植木絵守の憲法が今の日本国憲法につながっているというのは本当に知らなかったことなんですけども、
まあ、とかくその今の憲法はマッカーサー憲法というふうにですね揶揄されたりすることが多いんですが、小関さんにこれ伺いたいんですが、押し付けられてると思ってる人いっぱいいますけど、そうどうなんですか、そのあたりは。いや、ですから、日本国憲法の最初の案というのは GHQ が、はい、作ったものであるということは間違いないと思います。そこはね、ですけれども、まず一つはその前に日本政府が案を作っているわけですね、でそれをその GHQ は知って、はい、これじゃほとんど明治憲法と同じじゃないかと、でそれを、その戦争が終わって連合国が、これはいいとはとっても言ってもらえない、はいはい、つまりその時というのはまさに民主主義が大事だ、ポツダム宣言もその民主主義というものを強化しなさいと言っていて、はいはい、私たちはそれを受け入れたわけですから、ですからやっぱりこれじゃダメだというふうに思うわけですね、まずそれが一つです、はいはい、ですからそう単純に押し付けたわけでは、一つはやっぱり私は当時の日本政府のあの案というのはあまりにも保守的すぎたというのはまずあります、それからもう一つはあまり言われないことですけれども、その時憲法のことだけをみんな考えてたわけじゃなくて、一方では東京裁判があって、GHQ から見ると、特にマッカーサーから見ると、もうその早く天皇の地位を決めなければいけない、天皇の地位を決めるってことは憲法をきちっと早く、その定めなきゃいけない、もうだからその一方ではですからその東京裁判の日にちってのも決まってるわけです、でそれに向かってですね、非常に急いだということがあって、急いだためにまあこう押し付け的な部分があったということは、それは否めないことだと思いますけ ど、そういうことにどうしてなったのかということを考えることが、今私たちにとって意味のあることだと私は思っています。今これフリップで出ましたけど、マッカーサーは3つの条件という、天皇制を残す、それから基本的人権の確立と戦争放棄と、いうことなわけですね。そうですね、それはよくマッカーサー憲法って言われて、彼が全部作ったわけではなくて、まずこれを基本にして、さっき修正が出ましたけど、民政局の20人ぐらいの人たちに、これでもって考えなさい、と言ったわけですね。その基本がさっきの3つの原則と言われるのが、そうですね、木村さんはこれどういうふうにこの、まあ、やっぱ押し付けっていう考え方の人もいますけど、何を押し付けたかっていうのが問題で、そうですね、当時の日本人の多くはやはり民主主義的で自由な国を作りたいって思ってたわけですね、ただその政府側はそういうふうにはしたくないと思っていたわけで、政府の人たちが押し付けられたと思ってるかもしれないですけど、当時の日本人一般がこの憲法についてそう考えていたかというと、それは全くそうではないと思いますね、だってあれでしょう、自衛隊だって憲法を押し付けたとすれば、自衛隊だってGHQ の占領政策がその逆行差をたどる中で再武装しなさいっていうことで、その警察予備隊を作れっていうのが GHQ が指令してるわけ、マッカーサーが指令してるわけだから、憲法が押し付けだったら自衛隊だって押し付けじゃんっていう議論だってヘリクスも成り立っちゃうんですからね。日米安保もそういうことになりますよね。さてその鈴木康三氏ら その憲法研究会の草案が今の憲法にどう生かされたのかということなんですけどね、そうですね、この GHQ 草案に大きな影響を与えたといわれる憲法研究会の草案と現行法を比べて見てみましょう、例えば最低限度の生活を営む権利、生存権についてです、憲法研究会の草案では、国民は健康にして文化的水準の生活を営む権利を有すという条文になってるんですね、で現行の日本国憲法では、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、大変よく似ていますよ ね、でもう一つ、基本的人権の一つである自由権についてです、憲法研究会、国民の言論、学術、芸術、宗教の自由に妨げるいかなる法令をも発布するを得ずというふうにあります、で現行の日本国憲法は、集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由、学問の自由、信教の自由は何人に対してもこれを保障するということで、このほか男女の平等とか差別の禁止、国民主権、天皇の地位など多くの部分で共通しているということなんです。なるほどね、本当そうですね、これ木村さんに伺いたいんですけど、この今の憲法がこれ誕生した時には、日本人の草案がこれ参考にされたってことは広く知られてたんですかね。おそらくそれほど知られてなかったと思います。GHQ が草案起草しているってこと自体、
ほどの軍事機密でしたから、これはあくまで日本政府が草案として発表したものとして受け入れられたと思いますね。これあとそうですね、だから小関さんに伺いたいのは GHQ はこの憲法研究会の草案のどういうところにこう魅力を感じたんですかね。いやそれはやっぱりさっき の話にそのマッカーサーの三原則との関係もありますけれども、うん、例えば人権についてやはりきちっと定めている、うんはい、でつまり今まで その日本政府の作った案というのは例えば、あれですね、表現の自由なんていうのも、うん、法律の範囲内で、そのこういう表現の自由を認めますよって書いてたわけですね、うん、ですけどその鈴木さんたちはそういうことではないですから、はい、でやっぱりこれは自分たちに近いぞというふうに思った。ただ、さらにだけどそれを言えないんですね。どうしてかというと、日本の国民と直接 GHQ との関係はないんです。あの関係は、ね、間接統治ですから、そうそう日本の政府とその GHQ が話し合うわけですね、はいはいはい、だからあれはずっと隠してたんです。そういうことなんです。外に出てません。だから知られるってことはなかったんですね。そうですね。それから鈴木さんたちも GHQ の人からインタビューを受けることも全くありません。なるほどなるほど、そういう関係だと思います。わかりました。